ち働き方。これまで番組では短時間勤務制度や時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くことができるテレワークなど、子育てと仕事を両立するためのさまざまな働き方をご紹介してきました。滋賀県では仕事をしながら子育てしたい人や子育てをしている方を応援しています。2月11日イオンモール草津で育休後のハッピーキャリアカフェが開催されました。育休後のハッピーキャリアカフェは、育児休業後の職場復帰を目前に控え、子育てと仕事の両立をどうしようかと悩んでおられる方や、すでに仕事をしながら子育てを頑張っておられる方に、仕事と育児の両立をイメージしていただける機会となるよう開催しております。今回の講座を通じて、家事・育児に対するパートナーとの役割分担や、自分自身の仕事に対する考え方、同僚との関係など、職場復帰後も自分らしい働き方を見つけるきっかけになってもらえればと思います。講演では育休後コンサルタントの山口さんが、職場復帰後は両立が大変ですが、パートナーと協力しながら一人で抱え込まず、キャリアアップを目標に楽しく仕事をしてほしいと話しました。続いて産休・育休取得後キャリアアップをしている先輩女性へインタビュー。入社から現在まで仕事と家庭をどのように両立をされてきたのか、1日のスケジュールはなどを話され、参加者の皆さんは復帰後の具体的な働き方をイメージすることができたようです。はい、ちょっとまだ今子供が2ヶ月ということがありまして、これからまだ1年後ぐらいの話ではあるんですけれども、やっぱり職場を2ヶ月離れている間だけでも、仕事への意識というところはちょっと意識、薄れていたところもありましたので、改めて皆さんの意見ですとか聞かせていただいて、これからどのように過ごしていくのかというところがとても参考になりました。なかなか夫婦で話せへんことが今日話せたんで良かったと思います。復帰に対してちょっと不安やったことがいろいろ聞けたので、ちょっとホッとしました。で、頑張りたいと思います。夫婦で話し合わないといけないことですけど、普段なかなか言い合えないことなので、ここで紙に書いたりして浮き彫りしてよかったなと思います。もう積極的に助けるというよりは2人でっていう気持ちを持たないといけないんだなと思われました。はい。育休後の自分のキャリアを考え、自分たちの幸せを考えるいい機会になったようです。育児と仕事の両立はとても大変ですけれども、どちらも100点を目指さずに、合わせて100点だったらいいなぐらいの気持ちで取り組んでいただきたいと思います。お母さんが幸せであることが子どもにとって一番いいことだと思いますので、ぜひ周りの協力を得て楽しく両立をしていただきたいと思います。最後にお知らせです。滋賀の企業と学生が作る合同企業説明会が開催されます。ワークライフバランスに積極的に取り組むなど、県内の優良企業が一堂に集結します。ぜひご参加ください。今日からあなたもチェンジ働き方。